体どうしたんだ。飛空艇が、飛空艇が火事です。騒いでる暇があったらさっさと消すのよ。無駄よ、出火は内部からだもん。もうすぐ燃え尽きるわ。原因は何だ。私たちの知らない技術でできているから、本当の理由はわからないけど、誰かが放火したと考えた方が普通ね。一体誰がそんなことを。彼女じゃないか。彼女、ブレンダのことか。放火だとしたなら犯人がこの場にのこのこ出てくるとは思えない。それに彼女は荷物を取るために一度飛空艇に戻っている。その時に夜になったら発火するような仕掛けを残していたなら。だけど一体何のために。君も言っていたじゃないか、彼女はラングリッサーとアルハザードに執着しているようだって。ちょっとそれは言わないでって。いや、言わせてくれ。彼女はクラレットに力を貸す代わりにラングリッサーとアルハザードを要求したんだ。何のために彼女はあの剣を求めるんだと思う。何かを企んでいるからではないのか。そういえばギゼルフが殺された時のことを覚えてる。目的を失ってこれからどうするか話し合った時、彼女は私たちに剣を探すように説得したわ。そんなことより早く火を消さないと。もう無理だ。まあ、燃えちまったものは仕方ないさ。やっぱり炉を止めておいて正解だったね。火災なんかにあったら絶対暴走していたよ。もし暴走していたらどうなったの。目に見えない毒をばらまくんだ。そんなことになったらこの辺りには数百年は人が住めなくなるところだよ。数百年も。それでも短い方さ。もっと大きな魔道路だと何千年も人が住めなくなるって話だからね。ま、それより大司教の情報が入ったよ。大司教には一人娘がいるらしいけど、二日ほど前から姿を見ないって話だ。で、その前夜に大臣の部下が神殿内に押し入るのを見たという情報もあるんだけど。なんだって。それじゃ娘を人質に取られて私たちに協力ができないってこと。なんて汚いやり方だ。だけどどうして私たちの行き先が分かったのかしら。さてね、そこまでは分からないよ。話を続けるけどいいかい。大臣の部下がやってきた日を境に大司教の娘がいなくなった。それでその部下が娘を連れ去ったと容易に推理できたから、どこに連れ去られたかを探したのさ。分かったのか。もちろんさ。それならば話は早い。俺たちの手で人質を助け出せばいい。じゃあ、あたいについておいで。
みんな、よく聞くのだ。たった今入った情報によると、反逆者どもがここへ向かっているとのことだ。連中の目的は、この娘でしょうか？おそらくな。だが焦ることはない。いざとなれば、ギルモア陛下にいただいたテレポートリングで、この娘を転送すればよいのだ。それよりも反逆者どもを倒せば我々の昇進も間違いあるまい。わかりました。見事我々の手で反逆者を倒しましょうぞ。ここだよ。この砦に大司教の娘が捕らえられているんだ。娘さんを助け出してあげれば大司教様も協力してくれるわね。みんな聞いてくれ。敵が俺たちに気づいてどのような行動を取るかわからない。そこで人質の安全を確実にするため、一部隊だけ砦の後方に回り込んでほしいんだ。一部隊だけですか？あそこへ回り込んでもらう。残った者が正面から攻め込む。そして敵を引きつけている間に回り込んだ者が人質の護衛に当たる。どうだろう？悪くないね。いいと思うわ。それで誰が回り込むの？そうだな。ラムダ、頼むよ。分かったわ。よし、作戦開始だ。向かい役がたどり着くまでに連中をこっちに引きつけるんだ。敵です！現れました！よし、まずは敵の出方を見る。焦るなよ。
けられないわ。連中は全部で4部隊だ。これなら人質を転送する必要などない。我々で連中を叩くぞ。はっ、全員行動開始。辛抱だよ。
うまく回り込めたみたいね。なんだと、こいつらはおとり。狙いはあの娘を助けることか。お前たちは北東の敵を足止めしろ。人質に近づけるな。はっ。こうなったら人質を別の場所へ転送してやる。司令官を人質のところへ行かせるとまずい。まずは司令官を倒すぞ。What?
負けられないわ。我が祈りに応えよ。行きますよ。
あと少
私の辛抱だよ。イカズチよ、
あと少しの辛抱だよ。人質は無事よ。皆さん、ありがとうございます。私のせいで父が。ああ、だがもう大丈夫だ。あとは大司教様にこのことを知らせて安心させてあげましょう。あの、私にも何か手伝えることはないでしょうか。皆さんがこの国を変えていこうとしていることは聞いています。戦闘はできませんが、それ以外のことでよければ何か皆さんのお役に立ちたいんです。ありがとう。だったら負傷兵の治療をお願いできる？わかりました。それでしたらエストールの新刊とともに負傷兵の治療に当たります。そうしてくれると助かるわ。よし、一旦エストールへ戻るぞ。ラッセル最小閣下からのご伝言をお持ちしました。ラッセル、そうか、戻ってきたのか。はい、現在新しい最小の職を務めていただいております。なるほど。はい、ランフォード元帥は至急城へ出頭せよとのことです。戻れだと？今がどんな時か分かっての言葉か。いや、すまない。お前に当たっても仕方ないことだな。それともう一つございます。増援部隊の要請は却下されました。最小閣下のご決断です。先の紛争で消耗した兵力を一箇所に集中すれば他国からの侵略に遭うかもしれぬというのがその理由でした。だからといって
兵を派遣せねば連中が内側から連邦を崩壊させるではないか。一体何を考えているの？ランフォード様。エミリー。はい、元帥閣下。どうやら私は城へ戻らねばならぬようだ。お前は兵を指揮し防戦を行え。いいな、決してこちらからは仕掛けるなよ。わかりました。消耗を避けつつ時間を稼げとおっしゃるのですね。まあ頼んだぞ。この国は一部の貴族のものではありません。あなた方国民のものなのです。もはや国民は貴族の言いなりになる必要はありません。そしてその国民こそが新しい政治の主役となるのです。国民一人一人が責任を持ち自立できる国を作るべきなのです。皆さん、新しい時代のために、そして自分たちのために、共に戦ってください。そうだ、自分たちの生活は自分たちで守るんだ。そうよ、私たちは戦うべきだわ。やるぞー。